Go, go! Hola, hola, hola! Hola, hola, hola! Hola, hola! Wow! やばい! Wow! やっ、あ、あ、やって! Wow! まだ、まだ、まだ終わらんよ!はい、こんにちは、グリードです。というわけで皆さん、帰ってまいりました、デルタフォース。今回はデルタフォースの PC 版オープンテストというわけで、やっていきたいと思います。このゲーム、約2ヶ月ほど前でしょうか。まあ、クローズドテストの方が行われま、なんだ?なんだ?うわあ!なんだ?な、ちょ、うわあ!大事故や!動けない!約2ヶ月ほど前にクローズドテストが行われまして、まあ僕自身もね、動画を出したんですけども、動けなくなったんだが、ちょっとねえ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 、何これもう、死ぬわ。よいしょ、僕自身もね、動画を出しまして、まあ非常にね、やっぱり評価が高かったんですよ、視聴者さんからの。ね、このゲームはいわゆる、まあ、BF ライクなゲームになるんでしょうかね。まあつまりは、まあパクリゲーということになるわけなんですよ。まあもちろんね、今の FPS っていうのはね、既存のね、こう、いろんな FPS が出すぎて、ジャンルっていうのはもうなんだろう、出来切っている。うん、アイディアとかね、いろんなのは。だから、新作 FPS 出しても、既存の FPS に似てしまうっていうのは仕方がないことだとは思うんですよね。まあだから大体こう、何々ライクとかね、オーバーウォッチに似たようなのが出たら、オーバーウォッチライクみたいな風に言われてるとは思うんですけどもね。まあそういう FPS が出るたびに、これだったら本家やるわ、みたいな。これだったらオーバーウォッチでええわ、みたいな意見っていう、まあ否定的な意見がね、そのゲームに対しての、まあ多くなる傾向があるんですよ、実際に。まあ僕のね、動画でもそうなんですけど、ただ、このゲームに関して言えば、なんとね、ほとんど否定的な意見がなかったんですよ。もう 99% 好評な意見しかなくて、いや、これはね、非常にびっくりしましたね。まあ、これに関しては、似てるゲーム、バトルフィールドが、まあ、死ぬとこまで死んでしまったっていう、せいかなとも思ったりはしますが、僕、ここいない？え、これ、味方なん？味方なん？それ。ナイス？はい、このゲーム、64人対戦ですかね。32、32の大規模戦争が売りのゲームでして、まあ前回挙げたフラグパンクっていう、まあ新作 FPS もやったんですけど、まあそちらの方はかなりこうバロラントに近い、まあ e スポーツ寄りのゲームだったんですよね。だから今回はかなりこう真逆のゲームになりますかね。大人数で非常にカジュアルな FPS になります。ただ、このゲームね、このモードだけじゃなくて、いわゆるタルコフモードと言われる、非常にタルコフに似ている脱出モードがあるんですよね。だから一つじゃないんですよね。しかもなんかキャンペーンモードもあるっていう、まあ三つのモードがあるんでしょうかね。だから合計、はいはい、今蘇生します蘇生しますね。この大ボリュームでなんと無料っていうね、うん、いや本当にすごいんですよね。武器の種類もめちゃくちゃあるし、グラフィックも綺麗だし、今回のルールはよいしょ、まあエリア取りですかね。どんどんこっち、今僕ら攻撃サイドなんですけども、どん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  A 拠点 B 拠点と制圧していって、敵を奥に追いやるというまあ、ミッションでございます。さあ、今回、スカー H を使ってますけど、非常にいいですね。で、前回のテストから一体、これ、何が変わったんですかと、皆さん思うかと思いますが、全武器、全キャラが、すべて解放されています。え、なんか当たんないんだけど。はい、はい、はい。はい、はい、はい。さあ、こっからどう突破するか。ナイス?張り付いて。そこもいる。いいよ、めっちゃキルできてる。バレてない、バレてない。で、そこにリスポンビーコンがあるから壊しておいて、張り付き完了。そこもいるね、一枚。もう一枚キルしていく。めっちゃキルしてるよ、さっきから。スカー H 超気持ちいいやん、これ。いやーね、これ無料でさ、このね、サウンド、クオリティ、ディテール。次回作のバトルフィールドも発表されましたが、おそらくね、バトルフィールドに関して言えば、有料だと思うので、無料のデルタフォースに負けないクオリティと、ボリューム、コンテンツボリュームを頑張ってほしいですね。ビーフに関しては。OK。うますぎ!あれ?弾薬出してんだけど出ないな。スモーク焚いて、弾薬パック拾って、リロード完了。敵地に B1 張り付きました。なんとか取っていきたい。敵、エネミータンク発見。エネミーヒューマン発見。中入り込んで。ただ敵の数が非常に多い。どっから撃たれてるのかわかんない。
よし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 。ああ戦車だ。これは死にました。生きちゃうんだな、これが。さあ、B1 は取れそうですね。もう一人カット。いや、スカイチめっちゃいいな。オーケー、めっちゃいいな。あ、起きろ起きろ。ムーンムーンムーン。詰めろ詰めろ詰めろ。ナイス。うわあいや、久しぶりのデルタホース楽しいですね。なんとこのゲームね、まあ、コンソールはもちろん、モバイルゲーでもね、リリースが予定されてるっていうね。で、このゲームも中国開発なんですよね。前回のフラッグパンクに続き。いや、ほんと、中国のさ、技術力、凄まじいね。もうどん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 新作ゲームが出ていく。お、取れた B2。ナイス、よう取れたな。さあ、いよいよ敵の本拠地へ進みます。やっぱ攻めの方が面白いね。待って、なんか単発になってる、単発になってる、これ。そうね、ジップラインであの上を目指すこともできるんだけど、ね、次あそこ攻めるんだけどね。ここにね、タンク用のエレベーターがあるから、乗れるかな？もう誰かの使っちゃったかな？誰か開けないとダメ。それ、大砲撃ってもあかんって。ボタンだから。よし。はい、行きましょう。よっしゃ、着いた。敵だらけやんけ、これ。やったか？やばいやばい。戦車持つか？持たなかった。ちょ、何してん。いけいけいけ。うわダメだ。そこやれないな。いるんだけどね。うわ、なんか飛んできた。まずい。やばい。耐えて耐えて。やばい。前回の試合はもうボロ負けだったので、ちょっと別マッチでございます。ね。前回のテストでは使えなかったスナイパーライフルとか。まあ、使えたけど会場が大変だったが正しいかな。はい、素晴らしい音。このゲームね、スモークを焚けるキャラがね、非常に多いので、もう何も見えないよ。おう、見た？ステンバイ。ステンバイ。ダウン。ダウン。ちょっとダウン。うわぁ、撃ったやん、今。うわこのね、BF タイプのこのゲームってね。おい！いや、気持ちいい、スナイパー。リローディーン！ほい。よし！ふぅ、うまい。おぉ頼っていい！芋砂頼っていい！おぉなんで？やばい！いやさあ、編集一発ですからね。胴体では一発ではない。なんかほんとあんまり偏差もいらないんだよな。当たってるよ。ナイス。はい。はい、マダム。あれは壁の裏。よし。イュー。ほい。当たるなぁ。今んとこ全然死んでないや。この中いるね。よし。で、これリスポンビーコンでしょ。ビーコンあったか。もしもやって。今左いたね。こうやって。もう一人やって。まだ右いた気がする。よし、これ取り切っちゃいましょう。スコビコン壊して。あれですね、この一番強かった空爆、なかなか出なくなってるなぁ。できる？もしもやって。どこもやって。C2 取れるぞ、これ。そっち来た。OK! 勝った。いやー、相変わらず大変だな、最後は。はい、というわけで、今回は、デルタフォースオープンテストをやってまいりました。まあ、他にも、タルコフモードだったり、いろいろあるんですけども、
まあ、このゲームは本当動画配信者が、まあ、あんまやらないタイプの、まあ、FPS になるかなとは思うんですよね。まあ、タルコプモードに関してはわからないけど、良くも悪くも懐かしく地味ではある。けど、まあ、ゲーム自体はね、やってる側は本当面白いんですよね。はい。まあ、リリース自体は、一体いつの来年なのかな？一応、今年なんて噂も聞いてたけど、結局テストはね、今年までなんかしっかりやるみたいな話も聞いたので。というわけで、お疲れ様でした。まあ、こんな感じで、いろんなね、FPS 触っていきたいと思います。よかったら高評価、ぜひよろしくお願いします。バイチャ。